チョスウは、韓国出身の俳優。ダコク大学校卒業。2000年、映画、ハルカデ伝で俳優デビュー。映画、ラブストーリーでは、ソン・イエジンと共演。2005年の主演映画、マラソンでは、知的障害者のマラソンランナーを演じ、韓国のアカデミー賞にあたる大金賞映画祭の、主演男優賞を受賞した。韓国での最高のキャストの一人と言われる、 ジキルハイドを日本でも公演した。兵役を得た後、初ドラマとしてイビオンフン監督による刺激ドラマ、うまいにキャスティングされた。主にミュージカルや舞台に活動している。2017年の秘密の森、2020年の秘密の森根では、賢治役のファン種目役を演じ、ネットフリックスで世界各国で配信され、根強い人気がある。 2021年2月17日より放送の JTBC10 周年特別ドラマシシファスザミスに出演する共演者はパクシネソンドンイル全16話ネットフリックスで配信予定2004年2005年2006年2007年2008年2011年2012年2013年2016年2018年ありがとうございます